はい、皆さん、こんにちは。本日は、タンザニアでですね、ライターをされている、堀江智子さんにお話を伺います。堀江さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではですね、私、このインタビューをお声掛けさせていただくにあたってですね、もうまずタンザニアっていうだけで、もう何されてる方なのかなって、すごくワクワクしてたんですけれども、はい、今、どんなことされてるかお話しいただけますか？はい、今私は日本から遠いアフリカのタンザニアで、ライターをしてるんですけれど、やっぱりアフリカのことってなかなか知られてないので、実際自分が今ここに住んでみて気づいたことなどを、ライターとして、時々レポーターとして、日本に発信する、日本のメディアを通して、話をしたり、記事を書いたりっていうことで活動をしています。ありがとうございます。もう、タンザニアの情報って本当に全然ピントを来なかったので、私もノートとか見させていただいたんですけれども、もう全然文化が違うなっていうのをすごく感じて、だから日本ってこうなのかとか、本当にいろんな違いを感じながら、はい、記事読ませていただいていました。それでですね、今日はインタビューなので、ぜひいろいろ堀井さんのことをお聞かせいただけたらと思うんですけれども、今、堀江さん、どんな夢やビジョンをお持ちなのか教えていただけますか？はい。私のそのビジョンっていうのも本当にタンザニアに来てからこう明る、あの、明確になってきたところはあるんですけれど、そうですね。知られるべき情報だとか、その人のストーリーを、適材適所に伝えることで、その受け取った人が、もっとハッピーになれたり、人生が豊かになるお手伝いができるような、そんな情報を伝えるっていうのが、私の、やりたいこと、ビジョンなのかなと思ってます。はい。はい、ありがとうございます。もうまさにお話をね、聞きながら、その先の人に本当に希望とか届けようとされてるっていう、本当に大きなね、夢で、しかもそれをタンザニアかなっていうところがすごく、はい、魅力だし、すごく興味深いなって思うんですけれども、今、堀江さんがお話しいただいた夢やビジョン、これをこう形にしていく、具現化していくために、何かこう目標とか計画っていうのはお持ちですか？はい。まずそうですね。私自身も、アフリカに住むことが、あるとは思ってなかったんですけれど、実際、夫のその仕事の関係で今、タンザニアに移住をしまして、住むっていう時に、やっぱり日本の友達みんなに、かわいそうにって、すごく慰められて、アフリカ、貧しくて危険で、不便なところに行くんだねって、すごく、慰められて、こっちに来たんですけれど、実際来てみたら、やっぱり、すごく日本では体験できない、楽しいことがいっぱいあって、あ、やっぱり、で、アフリカのことって知られてないなっていうのをすごく実感しているので、こっちにいる間に、もっとそのアフリカのことを、タンザニアのことを日本に、伝えたいなっていうところが、まずあります。で、そうですね。そのためには、やっぱり、まずスワヒリ語をちょっと勉強して、もうちょっと、ローカルの現地の人たちと、直接、現場取材じゃないですけれど、直接話を聞いたりとか、一緒に体験させてもらったりとか、そういうことをすることで、もうちょっとリアルな、アフリカの生活っていうのは日本の人たちに伝えられるかなと思って、一応計画としてはそういう、言語を学び、できるだけ、現地の人たちと交流するっていうところを目指してやっています。ありがとうございます。もう現地からのお話だけでもね、もう十分リはアルはある上で、さらに言語も獲得してって、もう本当になんか深く、本当に現地の良さを伝えようとしてくれてるんだなって、すごく感じました。ではですね、そんな夢とかビジョン計画を、向かって今活動されてると思うんですけども、もう改めてですね、今どんなことをしているのか、もう少し詳しく教えていただきたいのですが、いかがでしょうか？はい。今メインでやってる活動は3つあるかなと思います。で、1つ目は冒頭でも言ったんですけど、日本のメディアを通して、ラジオだとか雑誌だとかを通して、アフリカ、タンザニアのことを、記事にしたり、レポートをしたりとかしてます。
二つ目は、ポッドキャストで、まあ、自分で、ポッドキャストの番組を、まあ、やっていて、アフリカで活躍する日本人の女性の起業家にインタビューをして、で、まあ、隔週くらいのペースでやってるんですけれど、例えばこちらで、そうですね、ちょうど先週はコーヒー、ルワンダのコーヒー農家の支援をしている日本人女性の方のインタビューをしたりとか、遠いアフリカでも、日本人がどれだけ頑張ってるのかっていうのを伝えたいなっていうところと、あともしかしたらビジネスの機会っていう意味で、日本で聞いてくれた人と、そのアフリカで頑張ってる人が、何かこう、人と人をつなげるっていうチャンスに、機会、何かこう、機会になるのかなっていうのもちょっと期待をして、ポッドキャスト番組をやってます。で、三つ目は、ですね、ウェブマガジンで、まあ、ターゲット層というか、読んでほしい人たちは日本の30代、40代の女性向けのウェブマガジンがあるんですけど、そこの、プロデューサー業の仕事をしていて、そこではまさにその私もとても興味がある、なんでしょう、日本人女性として海外に出てみたら、あ、こんな世界の女性ってこんな生き方してるんだ、こういうことしてもいいんだ、こんな生き方もできるんだっていうすごい発見があったんですけど、そういう視点を日本にいる女性に伝えるためのマガジンなんで、すごい私のビジョンと一致してるんですけど、そこのいろいろ企画を考えたりとか、記事を書いたりとか、そういう活動。なんで今メインでその3つの活動をしています。ありがとうございます。もう本当に、もう音声から何からもう全部使って、そうですもうね。ね、伝えようとする、本当に根っからの、こう、なんて言うんでしょうね、こう、引っ張り出して引き出していく、本当に魅力を引き出して、それを発信していくってことをすごい大事にされてるんだなっていうふうに思いました。なんか、インタビューしてるけど、インタビューし合ってるような今気持ちに今なってるんですけれども、はい。なんかちょっとちょっと今私が今ふとね聞いてみたいなと思ったことがありまして、アフリカ、タンザニア方面以外でこういうことってやったことってちなみに堀さんあるんですか？こういうことというのは、この今言った5そうでつす、のそうです、そう活動でですす、3か？つの活動です。いや、ここに来るまで私、会社員だったので 会社に言われることをやってました。では、そうだったんですね。ただその会社員っていうのも放送局で働いていて、その時はアメリカの政治を日本の視聴者に分かりやすく伝えるための番組作りっていうのをやってたので、まあそこから派生して今、私ってやっぱりこれ伝える仕事ってすごく大好きなんだなっていうことを実感して、今に至るっていうのはあるんですけど、それまでは会社員で、会社の上司に言われることを やる、淡々とやるっていうことをしてたので、本当にタンザニアに来てからアフリカ生活も初ですけど、今やってる活動も全て初のことをやってるっていうす状ご態です。い。もうものすごいチャレンジのアフリカ滞在、そう本当でにすもう人ね。生のターニングポイントだったんですね。第二の人生を歩んでる実感はあります。ちなみになんですけど、アフリカ、行ってみて一番びっくりしたことって何だったんですか？そうですね。たくさんあるんですけど、私は、マサイ族が 普通に街で携帯を持ってベースボールキャップをかぶって時々自転車乗ってたりとか、都会の生活に普通に馴染んでいるところがとても衝撃的で、もうこっちに住んでる日本人はそれが日常生活の風景なので何も思わないんですけど、私は未だにもう1年経っても、もうなんかこう大都会の中で赤い民族衣装を着て歩いているマサイ族の姿にはいつも、あ、なんかタンザニア、すごいなと思って、そこが一番ましたね。確かにこうパッとね、こうマサイ族のイメージって言ったら、こう大草原の中で走ってそうるイなんでメーすよジというね。か、そうですよ村でね。ライオンを飼ってる人たちなのかと思ったら、実は、アフリカの都会で警備員として、やっぱ強いので、警備員として活躍してるんですよね。なんかそこを一番最初はもう分かりやすく、マサイ族にびっくりしました。私も今の話聞いて、本当に21世紀のね、このアフリカっていうイメージが、まあ、どこかもう小学生の頃に読んだ教科書の、その
アフリカのイメージと全然切り替わってない状態なんだなっていうのを今すごく実感して、はい、今お話聞いててすごく楽しいなって思いました。ありがとうございます。はい、もうきっと私も堀江さんのノート見させていただくんですけれども、はなんかこういう発見が他にい。も記事の中でたくさんあるなって思って、はい。なんかやっぱり学校で習ってきた地理としてのアフリカの様子と今生きてるアフリカっていうのが本当に違うんだなって、はい、感じるので、なんか感想みたいになっちゃうんですけども、すごくはい。大事なお仕事だなって感じます。そうですね。なんか私もここに来るまでは全くアフリカのこと知らなくて、マサイ族のことも全く知らなかったので、本当にアフリカ素人の目で来た私だからこそ感じる驚きとか、多分そのまま慣れずに、っていうようなことを日本の人たちに伝えることで、今のアフリカがもうちょっと伝わるのかなと思って、その日本人的な視点は忘れないように、ちょっと驚いたらすぐにツイートしたりノートに書いたりとかしています。いいですね。これからも楽しみに してまありす。がとうございます。ではですね、ここまで今ね、どんなことされてるのかですとか、あと本当に世界にね、いろんな人をこうつないでいきたい夢とかビジョン聞かせていただいたんですけれども、ちょっとですね、堀井さんのことちょっと突っ込んで聞かせていただい て、なんで今のね、夢とかビジョンを持つようになったのか、そのきっかけとか、どんな出会いがあったのか、ぜひ教えていただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。ちょっと先ほども言ったんですけれど、私、アフリカに来るまでは、もう普通に会社員で、会社に言われることをやってるっていう、状態だったんですけれど、ただその時にやってた仕事っていうのはすごく大好きな仕事で、アメリカのちょっと難しい政治を、日本の人たちが分かりやすく、理解できるように分かりやすく、映像化して、放送するっていう、番組の制作のお仕事をしてたので、その時にすごく、自分って、こう、自分が見たものを学んだことを、映像なり、記事にするなりして、こう、分かりやすく伝えるっていう、そのプロセス全体が、私って好きなんだなっていうところを実感して、で、ただやっぱりその時っていうのはその政治のニュースを作るのがメインだったので、やっぱり政治家の人だとか、そういう人たちに取材をする機会が多かったんですけど、それ、プラス、その政治に付随して、アメリカ人でとてもユニークな体験をしてる人ですとか、なかなか強い信念を持ってる人ですとか、面白い個人の人たちにインタビューをさせてもらう機会もすごく多くて、その時になんか本当に有名人だけじゃなくて、普通の一人の人でも、なんでしょうね、人に知ってもらうべきストーリーがみんなあるんだなっていうのを実感して、で、それっていうのはやっぱりテレビ局だと、それを放送にするには本当に、なんでしょうね、30分インタビューをしても、放送されるのは10秒とか、本当に一部になっちゃうんですよね。仕方がないことなんですけど、でもそういうところで10年以上仕事をしていて、あ、やっぱり、個人個人に、のストーリーっていうのを、もっと10秒じゃなくて、もっと、長く伝えて、伝えるべき情報だったり、その人のストーリーを伝えることで、受けた側が自分の人生に取り入れたりとか、新しい視点が、得られたりとかって、するなっていうのを思ったので、結構そこで、会社員でしたけれど、何でしょう。その話を他の人に伝えるっていうことのインパクトの大きさとか、自分がそもそもその仕事が大好きなんだなっていうのを気づいたので、今、会社員ではないんですけれど、そういうことを伝え、続けていきたいなっていうので、今、フリーランスのみで、いろいろと試行錯誤しながら、伝えるっていうことは続けているという状態ですね。ありがとうございます。もうまさに大好きなことを見つけて、それを本当に仕事にしていくっていうことに、もう本当に今お話聞いてるだけでもすごくワクワクしてる様子が伝わってきて、もう本当に好きなんだなっていうのがすごく、はい、感じます。で、もうそれだけのね、こう伝えるっていうことが好きなんだって、ストーリーっていうのをすごくキーワードだったなと思うんですけれども、ここにね、こう出会っていく、まあそれの背景ですよね。
ね、このストーリーに関しても興味がある人ない人きっといると思うんですけども、まあ、なんでこう興味を持つようになったのかっていうところ、何かこう思い当たるところとかありますか？ですね。私は今、タンザニアにいますけど、ここに来る前は、アメリカで10年ちょっと、仕事をしていたんですけれど、日本を出て、生活する、もう日本を出て10年以上経ってるんですよね。で、やっぱりそこで振り返ると、日本の外にいるからこそ得られる視点だとか、まあ、ひっくり返される価値観とかいろいろあるんですけど、そういうのを経験したことで、私自身は、日本の、自分の国である日本の良さを、もっとなんか、今多分私すごく誇り、日本人としての誇りの高い日本人である。日本の良さもあるし、あとは、もうちょっと自分の主張をちゃんとするっていうところとか、自分の自信もつきましたし、いろんな意味で、日本の外を出たことで、私は、何でしょう、自分に自信が持てて、強くなれたなって言って、人生もすごく豊かになってるなっていう実感があるので、やっぱりそれは、私が、そういう体験ができたので、この日本の外の視点を、なんかそれを日本に伝えることで、日本の外に出なくても同じようなメリットが得られるんじゃないかっていうところがありますね。はい。で、ちょっと最近は私も今40代の女性っていうところで、日本にいる、友達と話をすると、やっぱり、なんでしょうね。いろいろね、子育てがあったり、仕事があったりとか、その40代、特有の、壁というか悩みみたいなのがあるんですけど、そういうのを考えたときに、まあ、ここに来る前はアメリカ、で、今はタンザニアですけれど、女性の生き方っていうところで見たときに、学べることがすごく多いなと思って、特にアメリカはもう、すごく強烈なんですけれど、アメリカ人女性はとても強いんですよね。もう独立していて、もうやりたいことをやるっていう人が多いので、そこで私はかなり刺激を受けて、まあ、そういう生き方も、してもいいんだっていうところをもっと日本に伝えたいなっていうのもあるんですけど、そうですね。なんでしょう。いろいろ、具体的なエピソードといろいろありますけど、まあ、アメリカ人女性はすごく強くて、すごくかっこよく生きてるんですね。で、そういうアメリカから今度今タンザニアに来て、で、アフリカのまあタンザニアはやっぱりイメージ通りなんですけど、やっぱり男尊女卑というか、まあ、なんでしょう。まだ女性の地位も低くて、苦労しているところもいっぱいあるんですけれど、そういう現実があっても、タンザニアの女性ってすごく生き生きしてて、なんでしょう。まあ、ノートとかでも書いてますけど、例えば髪型をもう毎週変えて、こう、女性として生きることを楽しんでて、で、アフリカ布ってすごくカラフルな布があるんですけど、皆さん、もう、カラフルなワンピースを着て、もう街がこう、ファッションショーなんじゃないかって、日本人的には 感じるくらい、すごくカラフルな服を皆さん着て楽しんでますし、お手伝いさん文化もあるので、共働きでもお手伝いさんに頼んで、こう、頑張って仕事に行ったりとか、こう、女性がすごく生き生きと楽しく生きてるんですよね。なので、もちろん貧しいっていうところもあるんですけれど、やっぱりその国々で女性が、女性として生きていくっていうところで、日本人の私にとって、学べるところがいっぱいあるので、そういうのも伝えたいなっていうのがあって、そうですね。日本にもっともっと知られていないアフリカのことを伝えたいっていうところが今はあります。ありがとうございます。なんかこう、今いろいろお話聞かせていただく中で、もう本当に勇気がすごく、堀江さんある方なんだなって感じたんです。で、その勇気っていうのが、こう、現実的に移動する勇気だけではなくって、価値観の変化っていうところに対して、こう、すごく前向きにそれを楽しむところがすごく印象的で、あ、ね、こう変化が嫌だなではなくて、変化を楽しんだり、そこでこう得たものっていうのがすごく堀江さんの力になってるんだなっていうのを感じて、なんか私もなんか元気をいただけたというか、はい、学んで気になってるなっていうふうに感じました。ありがとうございます。多分好奇心、海外に出たことで好奇心が旺盛になって、なんかもっと知りたいなっていう気持ちが強くなって、多分性格もちょっとポジティブになんかこう変わってきたのかなっていう。
気はしますけれども、はい。好奇心があって、いろんなことを知りたいっていうのは常にあるので、はい。それが役に立っているかもしれないです。もしかしたら深いところでの原動力になっているのかもし れそうないでですすね。ね。はい。はい、ありがとうございます。ではですね、最後、ちょっと突然、振ってしまう質問になるんですけれども、この動画を見ている人、いろんな夢を探している人だったり、あと、自分が何やりたいか、探している人も多いなと思うんです。で、その人に向かって、動画を見ている人にですね、堀江さんはから、最後、ちょっとメッセージいただけたらと思うんですが、お願いできますか？い、はい、そうですね、最近私もちょっと本を出して40代からの人生が楽しくなるすごいタンザニアのすごい思考法っていう本を書いて、でそのところでも書いたんですけれど、やっぱり忙しいですよね、皆さん。で日すね。本に住んでる人も日々忙しすぎて、もうあっという間に一日が終わるっていう生活だと思うんですけれど、なんかそういうところで、私は逆にアフリカに来たことできっかけをもらったんですけど、ちょっと週末の午前中だけとかでもいいんですけど、自分だけの時間っていうのを取ってみて、何でしょう、自分が小さい時から好きだったことが何だったのか、まあ、ジャーナリングとかこう紙に書いて、何を自分は好きだったのかっていうのをこう書き出してみるとか、なんかちょっと自分だけのお一人様時間ではないですけれど、忙しい日々の中でちょっと半日だけどこかで自分だけのための時間をとって、振り返ってみるなり、自分が好きなことっていうのを書いてみたりとか、ちょっと自分だけの時間を取ることで、何かこれからやりたいこととか仕事以外で、自分が情熱を持っていることが何なのかっていうのを思い出せるのかなって思いますし、やっぱり、本当時間がないっていうのは、もう、誰もが持つ悩みだと思そううでのすで、ね。はい、そこのところでちょっとあえて、半日、自分のための時間を取ってみるっていうのはすごくおすすめです。ありがとうございます。もう今日インタビューさせていただいて、もう本当に遠いタンザニアで、夢やビジョンを持つ、本当に堀江さんの魅力だけでなく、もう今ここ自分が何をしたいのかって本当に最後のメッセージにも詰まってたなと思うんですけども、本当に生き方に向き合うってことをすごくなんかこのお話で、はい、学ぶことができたなというふうに感じました。はい、では今日これでインタビューの方、はい、終わりにさせていただきたいと思います。はい、短い時間でしたがお話しさせていただいてありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございましはい、ありた。がとうございます。